えー、こんにちは全国46万8,000人の UFO ファンの皆様。 速塾の久保でございます。今日はですね、八尾淳一さんという私の UFO マニアの友人がいるんですけども、彼から送られてきたビデオを紹介したいと思います。まあ、八尾淳一さんといえばですね、何回も CIA に、まあ、誘拐されて、いろんなところにね、えー、危険な目に遭ってるわけなんですけども、今回、最新のビデオが届きましたので、そちらの方ね、お送りしたいんですけども、これ、先日なんですけども、9月19日の記事なんですけども、あの、あるね、 ufo 動画が撮影されました。アメリカ海軍によってで海軍のまあ将校が。 あこれは本物だよっていう風なねコメントを残してるのが世界中で物議を醸し出していてですね昨日も日本の地上波テレビのねワイドショーとかでも何件か取り上げられてみたようです、えー、まあねいろんな方がねこれは宇宙人が乗ってるんだとかね乗ってないんだとか竹本涼さんって方かなかコメントしてる例もあったんですけども竹本涼さんが一番宇宙人みたいな格好になってましたね UFO 研究家のね竹本涼さんですけどもいや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 まああの UFO とかね宇宙人のネタには尽きないものですけども今回の この騒動に関して八尾純一さんはねいかが感じてるでしょうか、えー、ではまあ VTR をどうぞはいそれではですねこのギガ人のブログから今回のですね UFO 騒動を見てみましょう、えー、とここに書いてあるみたいに UFO 動画は本物だとアメリカ海軍が認めるとこれをどういうふうに考えるかなんですけども何もね宇宙人の乗った円盤がその操作によって 我々の惑星にに来たとと認めるいいいうはうは書いてないですよね UFO 動画本つまりアンディファインドフライングオブジェクト未確認飛行物体ですよということをアメリカ空軍が認めたというね要するに空軍用語ですからあれは何なのか分かりませんと我が海軍が飛ばしたものではなければアメリカの飛行機でもないし民間のものでもないとなんだかよく分かりませんねということを認めたということなんですよ。 ですよね、UFO ですからだからねあれがもしかしたら誰かが飛ばしていたドローンかもしれませんしねここに書いてますけどもでこれ動画を見てみましょうかちょっとこんな感じでね再生されるんですよはいこういうふうにねレーダーに中央に映ってますよね確かに何か映ってますでもこれ宇宙人乗ってますかね見えますかね宇宙人が乗ってるようには見えない要するに この宇宙船のね宇宙船かなんかしない飛行物体の窓から宇宙人が手を振ってるとこだったら別ですよでもちょっとねぼやーっと白いものが見えるだけなんであれは何なのか分かりませんねと飛行記録にもありませんねと管制塔が許可している飛行物体ではないですよねと生物にも見えませんよねという話ですよねはいで下の方行くとこういう風に再生されるわけですけどもまた別の角度からね でこれをね、こういうのを見ると、いわゆる UFO マニアとか、U、UFO 研究家が、熱いにアメリカ空軍が認めたとか言うんですけども、認めたのは未確認飛行物体ということを認めただけで、別にね、宇宙人の乗り物としての UFO を意味するものではなく、軍の様々な訓練の場において侵入もしくは操作が目撃された未確認あるいは無許可の飛行物体につけられる基本的な説明だと、 グラディッシャーはして述べています。その通りですよね。だからね、いちいちこういうものを <laughs> 宇宙人だなんだというふうに認め、あの、結びつけるのはどうかなと思います。プラス、こういったものを、あの、宇宙人呼ばわりしてね、うん、本当に宇宙人とか UFO とかっていうものがあるとは思うんですけども、そういうものの信頼を失わせるためのね、まあ、いわゆる、うん、心理誘導なのかなというふうに、私、ヤオイは考えます。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。 はい、えー、いかがだったでしょうかヤオイ淳一さんのね、まあ、冷静なコメントが入っていたと思います。まぁヤオイさんね、音声だけでのお出場でしたけども、いずれ我が家にも招いてですね、対談をしてみたいと思います。ヤオイ淳一さん、本当に今回もありがとうございました。よろしかったらね、えー、リンクを説明欄に付けておきますので、ヤオイ淳一さんの別の動画もご覧ください。それでは失礼します。